王少卒は中国の映画監督、脚本家、俳優。中国映画界の第6世代の映画監督の一人である。1966年5月22日、上海で生まれた。1989年に北京電影学院の監督学部を卒業すると、1993年に長編、冬春的日誌を自主制作し、映画監督としてデビュー。同作はテッサロニキ国際映画祭でゴールデンアレクサンダー賞を受賞し、2000年には BBC の21世紀に残したい映画100本に中国映画として唯一選出された。翌1994年には2作目の土管令を制作したが、1997年まで公開されなかった。その後、4年間は映画制作から離れ、1998年にルアンの歌で復帰した。2001年、ビットリオ・デシーカの自転車泥棒から影響を受けた北京の自転車を発表。第51回ベルリン国際映画祭で審査員グランプリを受賞した。2003年の2艇は第56回カンヌ国際映画祭のある視点部門に出品された。2005年の青は第58回カンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞した。2007年の我らが愛に揺れる時は第58回ベルリン国際映画祭で脚本賞を受賞した。2010年フランス文化賞から芸術文化勲章シュバリエ賞が授与された。2014年のイリシャは第71回ベネツィア国際映画祭のコンペティション部門に出品された。ありがとうございます。